クリスマスイブの夕暮れ、ウィンディアは街で凍えて泣いている女の子に声をかけました。どうしたの？女の子は答えました。迷子になったの。ウィンディアはその子をお屋敷に連れて帰ることにしました。それが聖夜を悪夢に変える出来事の始まりだったのです。大好きなディオールおじいちゃんが血を流して倒れていました。うわ誰メリークリスマスにっくき、にっくき、あのディオールをついにやっつけたもんね。その小娘はもう用済みだから、ポイしちゃおう。お土産もいただいたし、もう用はないや。バイバイ。Come on.
けるわけにはいかない。だったの？やば、ごめんなさい。これには訳があって、騙すつもりはないんです。あらあら、でもうちの子たちは驚くでしょうね。うわ、お願いです、黙っててください。何でもします。いいわよ、何でもするのね。え、まずは一緒に願いの音符を探してもらおうかしら。次は何をお願いしようかしら。なんかとんでもないことに巻き込まれていく気がする。僕がやらないと。
よ。僕がやらないと。やめて。邪魔をすると容赦しないからね。ガン、行くわよ。僕がやらないと。Thank you.
やめて！僕がやらないと。邪魔をすると容赦しないからね。ウィンディア、キャスパ、お姉様、お姉様、
何かあったの？おじいちゃんが。おじいちゃんが死んじゃったよ。そんな。おじいちゃんの体、どんどん冷たくなって。私のせいだ。私が殺したんだ。あなたのせいじゃない。悪いのはサタンクローズ、すべてあいつのせいよ。ひょっとしたらおじい様を助ける方法があるかもしれない。どういうこと？願いの音符を全部集めて、私たちの願いを叶えてもらうのよ。おじい様を生き返らせてって。じゃあおじいちゃんは？まだ望みはある。さあみんな急ぎましょう。僕がやらないと。やめて！
よね。いやー、絶好調。行くわよ。僕がやらないと。ここだわ。この宮殿に最後の音符がある。そしてサタンクローズもいる。これは幻覚か？空間が歪んで見える。怖くないでしょ、男の子だもんね。ローザさん、それは言わないでくださいってば。かわいい。
ケルモンスター。やめて。ついに追い詰めたわ。やい、サタンクローズ、ここでケリをつけてやる。あれ、君もしかして男の子かい？え、なんでバレんの？喋り方が男の子のままだからじゃないかしら。やば、ローザさんにバレてると思ったから素で喋っちゃったんだ。かわいい女装の男の子。わーい、大好物、いただきます。どうするどうする、気に入られちゃったわよ。負けたら何されるか分かったもんじゃないぞ。そんなお前は絶対に許さない。覚悟なさい。やめて。負けるもんか、やめて。いや、失礼ね。やめて。もう怒ったぞ。お遊びはこれまでだ。あ、さらに来たのね。大きくなった。恨み、憎しみ、愛、彼の中の様々な思いが肉体を巨大化させたんだわ。あ、愛って、もうレイ君ったら、おじさまにモテモテなんだから。やめて。
めて。墓穴を掘ったようね。自分の罠にかかるなんて。同情なんてしないからね。助け。ようやく終わったわ。殺されたおじい様を生き返らせてください。おじいちゃんはお願いします。おじいちゃんをよろしゅう。空からの願い確かに聞き入れた。何か眠ってしまったのか。それにしても冷えるな。誰かおらぬか。よかったですわ、おじい様が生き返って。お前たちのおかげじゃ。本当にありがとう。どれ、今夜はクリスマスじゃ。お礼にわしが何でも願いを叶えてやろう。遠慮せず行ってみなさい。え、そんな。あら、どうしましょう。私、一度エステというものに行ってみたいですわ。行く当てがないので、一晩だけ泊めてください。お安いご用じゃ。
身寄りのないレイとスーピーはディオール家の養子になることになった。しかしレイはまだ自分が男なのだという事実を言い出せないままでいた。レイネ、入るよ。化粧水切らしちゃったの。貸して。ノックしてよ、キャスパー。あら、失礼。着替え中だったの？別に女同士なんだから恥ずかしがることないのに、変なの。僕はこんな生活をいつまで続けなきゃいけないんだろう。ローザは王室御用達のエステルームで極上の美容マッサージを受けていた。もう素敵。生き返る。気持ちよすぎて顔が緩んでしまいます。どんどん美しくなってみせますわよ。そして私を豊島呼ばわりする人たちを見返してやるんですか。この言葉ローズったら、まだ17なのにエステなんて。その発想が豊島に見られる原因なのよ。もう。見てらっしゃい。